こんにちは、サードラです。今回はこちらですね、復刻できましたクシャルダオラ。こちらの長級を工場のライダー、プラス、今現状手に入るお供、プラス装飾品をなしっていう縛りでクリアができましたので、パーティーの紹介と立ち回りの解説をさせていただこうかなと。 思います。はい。で、まずパーティーがこちらなんですけども、エリオンにジンオーガーシュ、氷カテリーナにナルガクルガの氷オズマにジンオーガーシュっていう風になっております。で、まずお供からなんですけども、こちらのジンオーガーシュ2体に関しましては、こちらの今来ているジンオーガーシュ討伐戦の中級の第3戦ですね、をクリアすることによって、まず1個入手することができます。で、あとは一応集会をしてもらうことで、交換所ですね、 こちらの交換所のジンーガーシュのところにもう1個ありますので、これで2体、星5のジンオーガーシュは入手することができるようになっております。で、もう1体の氷のナるがクる側に関してはこちらですね。ここの猫ポイント交換所にいますので、まあここから取っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、これで一応オトモンは現状手に入るオトモン3体ですね。で、揃えさせていただきまして、ライダーに関してはエリオンも氷カテリナもオズマも普通のガチャですね。から全部排出されるライダーになりますので、 ま、もし持ってない方はこのガチャチケットを消化していただいたりとか、まあ、他のガチャ引いたおまけでも全部入ってるキャラになりますので、えー、そちらでゲットしていただけるといいんじゃないかなと思います。で、今回どうしてもちょっと僕が手持ちのレベル上げが結構進んでしまっているので、今回縛りとしては装飾品を全部抜いております。なので、 まあこんな感じで装飾品は全部外してまして、あとは現状手に入るおンっていう縛りをしてるので、前に手に入ってたイビルジョーですね、使うとより楽になるかなと思うんですけども、まあ、イビルジョーも取れてない方いらっしゃるかなっていうことで、古流系は全部抜いております。なので、もし持ってる方は古流使ってもらうとより楽になるかなとは思います。特にイビルジョーと、 白ハヤテナルガクルガ使うとかなり楽なんじゃないかなと思うので持ってる方は白ハヤテナルガクルガとかイビルジョを使ってもらうとよりいいかなっていう風に思いますで技に関してなんですけどもエリオンはネオブレードアビスと流行マトいを付けさせていただいてまして基本的な立ち回りはエリオンはこの流行マトいとネオブレードアビスを交代交代に打っていくっていうだけですねでこれで SP を回していって推奨戦力が届いてないんですよまあもともと推奨戦力 SP 増量発動ができるレベルじゃないんですけど えー、その分、流行まといで SP を回してるっていう風になります。氷カテリーナに関しては、バフ要因と毒要因ですね。こちらの氷ナルガクルガの、えー、毒 45SP で打てるものプラス、ストームフォースでバフを回していくっていうのが立ち回りになります。で、オズマに関しては、動きがちょっとたくさんありまして、まずこちらですね、この猛流連撃、これで30%の確率でデバフを入れれるので、デバフ要因を担ってもらってるっていうのと、ライダー技でこちらですね、 グランジリキッド。これで毒を打つことができるので、これは、氷カテリーナの毒が外れた時の予備として使うっていう認識でいいかなと思います。で、お供技に関しては、流行まといをすることで SP を連成して回していきまして、自由枠にラースバイト。これがあります。これが開幕で1回だけ使うんですけども、爆破られ不要を1ターン目に入れていくので、こちらを入れてるって感じですね。まあ、これが SP30 で打てるんで、1ターン目から打てるのがかなり優秀かなと思います。 で、ステータスは一応どうしても僕、カゴレベルもちょっと高めになってしまってるので、装飾品抜いてる分、えー、調整をしてまして、攻撃力が上から2650、2215、2169っていう風になっております。で、一応戦力、パーティー戦力に関しては大体58400ぐらいでいけてるので、まあ、これぐらいあれば装飾品とかで盛れればいいんじゃないかなと思います。特に装飾品で SP プラスを持ってる方とかは、それを使ってもらうとより楽になるかなって印象ですね。で、まあ見ての通りこんな感じで、級が推奨 戦力6万3000に対しての5万8000なので推奨戦力は今回超えておりませんで他にもしできる方はこちらのガチャですね引いていただいてこの中の誰か1体でも引ければかなり楽になるのでまあ、この中のライダーとか持ってる方は全然エリオンとかをと抜いてもらってこっちにしてもらった方がより楽かなと思いますなのでまとめるとまあもし古流ですねイビルジョーとか持ってる方はイビルジョーとか使ってもらうとより楽になりますし まあガチャ引いてもっと強い雷ライダー持ってる方とかはそっちの方が絶対楽なのでその辺を編成してもらえるといいかなっていうのとえーカゴレベルだったりとか育成間に合ってない分に関しては装飾品で僕つけてないのでつけて補っていただけるといいんじゃないかなと思います。でこちらでパーティー紹介は以上になりますので次は立ち回りの解説をさせていただこうかなと思います。<laughs> 実際にやってるところを、ま、ライブの切り抜きで解説させていただこうかなと思います。はい。で、まず1ターン目なんですけども、まあ SP、SP プラスを漏れてないので、1ターン目の動きはちょっと遅めになります。なので、ここは SP ダメですね。押しまして、氷カテリーナに関しては、こちらも SP ダメですね。で、次、オズマは、まあ、ここは爆破やられを入れていきます。30SP で打てるので、爆破やられを入れまして、 で、2段目ですね。で、こっから流行まといで SP を増やしながら、アタッカーは SP 回しをするので、えー、流行まといをしていきます。で、次に氷カテリーナに関しては、次エリオンが技を使えるので、バフをエリオンに耐えてあげるっていう感じですね。で、オズマは SP ダメになります。はい。で、これで2段目の動きが終わりまして、えー、3段目ですね。 で、ここで爆破をもう待ちながら殴っていくんですけど、まあ、ネオブレイドを使って攻撃ですね。これが、回復が後々響いてくるので、ここはしっかり打っていってもらえるといいかなと思います。で、今度バフが余るので、オズマにバフを耐えてあげて、まあ、オズマも一応火力になるので、オズマにもバフをちょっと入れてるって感じですね。で、ス s ン回しをやっていきまして、で、次4ターン目ですね。ここで爆発が7万ぐらい入るので、ここからまた連成をしていきます。 からの、一応、カテリーナに関しては、こうバフを耐えてあげて、えー、オズマ、こちらは、88のデバフですね、を入れていきます。80巻。で、30%のデバフが1回だけ入ってますね。これ2回入るとより楽になるかなと思います。まぁ、あ、マックス2段階デバフ狙えるので、今回は1回だけですね。で、えー、こちらに関しては、溜まってるんですけど、ダメージカットを相手が。 張ってしまってる状態なので、ここは通常攻撃で一旦先延ばしにしてます。っていうのが、一応95%カットオクシャルダウラがこのアイコン出てるので、えー、今回はダメージこんな感じですね。95%カットされるんで、一旦攻撃を伸ばしてます。で、ここで毒を入れまして、本当はさっきのターンに毒を入れとくともっと良かったんじゃないかなとは思います。で、ここでまた連成を入れていきます。で、6ターン目ですね。 でこちら全体もらってまあ毒にしてるんで一回攻撃に変わってるんでここまた攻撃を入れていってまあいい感じで削れてますねでここカテリーナに関してはバフをまた切れるんでエリオンに耐えてあげてオズマに関してはここデバフですねを入れていきますでデバフがまた入ってくれたおかげで2段階デバフのマックス火力の環境が揃ったのでエリオンはもう記憶石を次勝ち込んでいくっていう感じですねでスピー足りないんで連戦をしてあげて で、カテリーナに関しては、バフですね。で、基本的に、まあ、バフは、エリオンで余ってる時は、オズマに耐えてあげていいんじゃないかなとは思います。で、連戦ですね。で、次、8ターン目。なんですけど、えー、クシャルダワラの攻撃もらって、で、エリオンに関しては、ここで、記憶石ですね。で、マックス火力を当てていきます。で、こんな感じで削れまして、で、カテリーナに関しては、バフですね。 を入れててあげてで、オズマは、えっ、ー、と、ここでまた手バフを入れていきます。このバフがあるおかげで、龍も割とダメージ減になるので、こんな感じで、1万6000ぐらいダメージを出すことができます。で、全体もらって、で、カテリーナがここを打たれたのは、ちょっとアンラッキーですね。これ、スリップダメージでカテリーナが今回倒れちゃったので、これが、もうちょっと別のやつに飛んどくと、より楽だったかなとは思います。で、こんな感じで、次、毒を入れまして、 で10段目ですねでこっからあとはもう殴り合いなのでもう削るだけですねもう70技叩き込んでであとミリなんでこっから一応爆破やられが1回入ってるので敵の耐性が爆破やられ体性100%になってるんですよなので毒を上書きするかどうか心配してたんですけどまあしないのでこっからはもう30の流属性技でダメージも稼いでいくっていう感じで最後の押し込みですね をやってますこれが一応毒を打つたん先ほどちょっと1個前で良かったんじゃないかなと思いますってご紹介させていただいてたんですけど1、まあ、個前で毒を打ってれば多分もうここで終わってるかなと思いますあとはカテリーナが狙われてなければ一応まだ伸びてればここでしっかり締めることはできたんですけど今回はそこの運がなかったので、まあ、普通に通常とオズマの30技ですねで最後押し込みを やってるっていう感じでまあエリオンがただ HP 見てもらったら分かる通り半分近くまだ残ってる状態でのクリアにはなるのでまあ全然失敗してもこんな感じでいけますよっていう風にはなっておりますで今回は一応アタッカーちょっと縛ったりとか工場キャラとお供もイビルジョーとか使えばもっと楽だと思うんですけど使わずにやってるのでまあ結構こんな感じの戦いになってるんですけどまあ持ってる方はぜひ使っていただけるといいんじゃないかなと思います ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。バイバイ